今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ダンシングソフィア、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ラストエンペラー、高知を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。プレザントブレイブ、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。ストームセントラル、前走を快勝しているこの馬、この舞台でどこまでやれるか注目です。大鳥メテオ、三冠馬が世界に挑戦、ダービーを制したこの府中で日本の頂点から世界の頂点を目指します。ゴーセンディール、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。ブルーポジティブ、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。ギャロップカラーズ、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。フラッシュ、シュクレア、2番人気から優勝を狙います。欧州のレベルの高さを見せつけることができるか。カルチャーショック、決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり、自慢の末脚を見せるか。パオペイ、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ナッツベリック、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ロックステレサ、高知を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。シックススクリーン、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。ナージャ、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。自然界、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。メインイベンター、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。クリスマスマンボ、さあいよいよ発走です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手にここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあいよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さてこのレース、新旧ダービー馬の対決にも注目が集まります。おっと、フラッシュ、シュクレア、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にクリスマスマンボ入ってゲートイン完了です。スタートしました。ナッツベリック、これはいいスタートを切りました。ダンシングソフィア、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくナッツゲリップ行きました。続いて前へ行くのはダンシングソフィア、さらにはロックステレサ、連勝中のブルーポジティブ、その後ろシックススクリーン、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはブルーポジティブ、その外にロックステレサ、さらにはギャロップカラーズ、内からはストームセントラル。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のオーセンディール、後方につけています。もう一度先頭から見ていきましょう。フラッシュ、シュクレア、先手を取りました。その隣にロックステレサ、その横にブルーポジティブ、すぐ後ろにストームセントラル、その隣にギャロップカラーズ、ナッツゲリック、それに続きます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ピンクの帽子、クリスマスマンボ、その後ろ、すぐ後ろにダンシングソフィア、並んで3番プレザントブレイブ、内からはラストエンペラー、その外から自然界、内からはカルチャーショック、緑の帽子パオペイ、その後ろ、すぐ隣に大鳥メテオ、その横にナージャ、内からはチックススクリーン。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ9番フラッシュ、シュクレア、まだ粘っています。ストームセントラル、ほとんど差がありません。ロックステレサ3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。フラッシュ、シュクレア先頭、ロックステレサ先頭、2番手はストームセントラル、追いすがる。ゴーセンディール、いい足だ。ここから勝負をかけます。あと 200m、 先頭はギャロップカラーズ、残り 100m、 ギャロップカラーズ先頭、2番手はゴーセンディール、ギャロップカラーズゴールイン、ギャロップカラーズ1着、2着にはどうやらゴーセンディール。鞍上お見事、 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはギャロップカラーズ。
今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。リーガルオレンジ、並みいる世界の強豪を抑え堂々の一番人気、日本の大昇格として支持されました。この期待に応えることができるか。ギャロップカラーズ、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。デコボコボーイ、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。オンロータス、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まります。グランプリフィールド、三冠馬が世界に挑戦、ダービーを制したこの府中で日本の頂点から世界の頂点を目指します。ホーセンディール、大きな舞台は鞍上の得意とするところ、おそらく一発を狙っているでしょう。ノーブルウィンド、アメリカからやってきた強豪が2番人気です。日本のファンにその実力を示せるか。ジェイドバンド、はるばる海外から参戦、このレース注目の一頭です。今日はどんな走りを見せてくれるでしょうか。プレミアムジャック、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。コーナーホープ、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。スカイリコール、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。クイックフォワード、そこそこの人気を集めていますが、脇役で満足する馬ではありません。東証エイブル、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。クラスフェージ、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。パオペイ、当地を代表する名馬が日本のファンの前に登場です。もちろんこの馬からも目が離せません。ラストスティンガー、そこそこの人気を集めていますが、脇役で満足する馬ではありません。大鳥夢天、前走の敗退を糧にしてなんとか頑張ってほしいところです。レアエトワール、さあ、いよいよ発走です。今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のエアエトワール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはデコボコボーイ、東証エイブル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく東証エイブル行きました。続いて前へ行くのはデコボコボーイ、さらにはオンロータス、7番ノーブルウィンド、その後ろプレミアムジャック、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。オンロータス先手を取りました。2番ギャロップカラーズ、2番手を追走しています。緑の帽子クイックフォワード、その後ろこれに続いてノーブルウィンド、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のギャロップカラーズ現在先団です。では前の方から、先頭はギャロップカラーズ、短期の逃げに持ち込みたいところ。オンロータスすぐ後ろクイックフォワード、それに続いています。少し離れてスカイリコール続いています。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。黄色の帽子コーナーホーク、その後ろノーブルウィンド、すぐ後ろ並んで G13勝、ラストスティンガーパオペイ、この馬もこのグループすぐ隣にデコボコボーイ、その外から大鳥夢手を、オレンジの帽子クラフトエイジ、その後ろすぐ隣にコーセンディール、大ケーキを通過していきます。前はギャロップカラーズ、オンロータス、ほとんど差がありません。クイックフォワード3番手、さあギャロップカラーズ逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ギャロップカラーズ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はオンロータス懸命に追いすがります。やはりギャロップカラーズ先頭だ、ギャロップカラーズ先頭、残り 200m、 ギャロップカラーズ先頭だ、残り 100m、 ギャロップカラーズ先頭、一気にホーセンディール、ギャロップカラーズ、ギャロップカラーズ1着、2着にはどうやらホーセンディール、これが世界を制した実力だ。ギャロップカラーズ